さんが優先順位違うだろうってことは散々指摘してきてですね、いわゆる新しい資本主義というものを自分のテーマとして掲げてますけれども、いわゆるその投資のですね、非課税制度であるこうNISAとかIDECOと呼ばれるものを拡充していくんだということを表明していて、ただそのいわゆる彼が今言っている資産所得倍増計画の前に、彼が総裁選の時に言ってた所得倍増計画をまずやれと、でみんなの賃金が上がって余裕ができて投資をしたいと思う人がいたら、まさに今掲げているNISAとかIDECOの拡充したらいいんじゃないの、まあ、ちょっと順番が違うでしょうと。いや、そもそもだってあれ木原誠二さんが書いたんでしょ、うん、原稿というふうに思うわけですよね。岸田さん何も分かってないと思うよ。読んでるだけってやつですかね、うん、だからイメージ七夕の短冊みたいなもんですよ。なるほどね。もう2ヶ月遅れの七夕と。まあ留学生30万人を目標として増やしていきたいと。岸田さん、あのかつてからですね、あの留学生は国の宝だみたいな話もあって、で、まあ、この、ね、留学生を増やしたいって話なんですけれども、はい、当然ながら学生って別に日本人の学生もいるわけであって、うん、今の日本人の学生ってどんな状況かっていうのをちょっとまとめてみたんですけれども、うん、学生支援機構の奨学金を利用したと想定される39歳以下の利用者っていうのは、うん、まあ、約2人に1人、かなりの人たちが言ってみりゃ要は借金してまで大学に通ってると、うん、まあ、大学に限らないですけども、まあ、高等教育を受けていると、うん、でじゃあこの人たちってどれぐらいの金額借りてるんだっけっていうのをちょっとグラフにしたんですけれども、まあ、平均してですね、だいたい324万円の借り入れ総額になってまして、 12% ぐらいの人は500万以上借りているということですね。こんだけの借金を抱えながら社会人になっていくということでして、うん、これらの人がじゃあどれだけの期間をかけて今返済しているのかというのがこちらなんですけれども、まあ、平均すると、まあ、約15年近くかけて借金を返していると、まあ、留学生を国の宝だとかっていうぐらいだったら、じゃあまずちょっと日本のね、うん、お金の面で苦労している学生がこれだけ多くいるわけですから、この人たちにお金を使うなりして、当たり前ですよ、まず国内優先しろよと。バラエティ番組というか報道バラエティ、僕はニュース番組だとは思ってないんですけど、うん、地上波のああいうなんかニュースを扱ってる体の番組だとね、まあ、今こう統一教会問題も一色らしいんですけども、統一教会もそうだし経団連のね支持してる企業とかもそうなんですけど、結局その投票が一つの票取りゲームになっちゃって、どこから票を多く取るかっていうのになった時に、それぞれのこう支持母体の要求をすごく政策反映していくっていう構造がもういろんなところに見えてると思うんですけど、まあ、あの中国からの留学生と、うん、まあ、日本の、まあ、いわゆる岸田さんがあの力を入れたいとしているスタートアップ企業と大学が連携をして、まあ、いろんな技術を一緒に研究しているっていう話が結構いろんな分野であるんですけども、その中の一つがですね、明らかに軍事転用できるような研究をやっていて、それを中国人の留学生が技術として持ち帰ってるわけですよ、中国の方に。地上波では報道されないようなことで、うん、結構世界的な大きな変化等が出てきてますので、うん、まあ、そういうのをね、皆様にはこういう番組を通じて地上波じゃなくてね、はい、知っていただければというふうに考えております。